はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。匠様、さとし様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。メール党員限定靖国神社正殿参拝、懇親会、定数に達しましたので募集を締め切らせていただきました。またの機会によろしくお願いいたします。今後も定期的に懇親会やら各種イベントやら、やりますんで、あとはちょっと涼しくなってきたらですね、凱旋、政治活動ですか、それもメール党員さん、限定でですね、やろうかな。お手伝いよろしくお願いします。北朝鮮による拉致被害者救出署名活動とかもメール党員さん限定で、やろうかな。なんかオープンで告知すると妨害ですか、左翼や外国人が妨害に来る可能性あるんで、メール党員さんとだけ少数でこっそりやろうかな、ちょっと考えております。ネット配信事業を NHK の本業に含める動きについて新聞協会と民放各社立ち打ちできないからやめてくれ。我々ネットから金取る気か。ネットは通信であって放送じゃないぞ。通信網にただ乗りかよ、など非難轟々ですが、すでに NHK の内部資料ではですね、ネット事業は NHK の本業になるよって前提で作られてまして、まあこれ赤文字の部分なんですけれども、自民党と総務省に根回し済んだんでしょうかね。これまずい展開ですよこれ。涼しくなってきたらまた NHK ネット聴取反対でも、やりますんで、ぜひともご参集ください。今はちょっと倒れちゃうんでできませんけどね。今日初めて知ったこと、死刑判決確定後半年以内に執行しなければならない法律があるが全然守られてないっていう。下手すと10年も20年もそのまま閉じ込められてる人いますもんね。林真須美とか未だにやられてないんじゃなかったっけ、ちょっとうろ覚えですけれども、法務大臣が日本で一番法律遵守しなくちゃいけない存在なのに本当に法治国家なのかよ。枝さつきなんていう民主党の法務大臣も信念として死刑は執行しないのがねって、ドパヨのね民主党のね、本当法治国家なのかな。この法律なくしましょうとか、手当て誰もしねえんだもんね。いい加減だよね、本当。国家公務員給与ちょっと上げることが決定、 0.何%だそうです。公務員給料はですね、民間の大手平均を見ながら決めるんで、民間も給料は上がっているのだなぁと、思いました。まあそういう数字ですね。公務員給料上がりました。あ、民間も上がったのね。物価上昇に追いついてなくて実質賃金は14ヶ月連続減少ですけれども、特に中小企業の経営陣ね、就職してから今まで賃上げなんかしたことないから思いもよらないんでしょうね。考えにもつかないんでしょうね。日本人の給料を適正に出さないとこはですね、人材引き抜かれて淘汰されるべきなんだよな。人手不足倒産っていうのが過去最多だったみたいですけども、なんか有資格者であるとか、凄腕の営業とかが退職、あるいはですね定年退職してですね、会社が回んなくなっちゃったの、倒産が多かったらしいんですよ。ばっかだな。有能な人にそれなりの給料出してねえからそういう目あんだよね。公務員給料上がるなんて言うとですね、すぐ嫉妬民が群がってきますが、日本は頑張れば誰でも公務員になれる国なんですから、中国や北朝鮮とは違うんだからね。ここらの国は頑張っても公務員なんかなれないじゃん。そういうね、嫉妬民はだったら頑張って公務員になればよかったじゃんって思うんですけれども、共産党じゃあるまいしですね、能力や努力の多少を問わず
結果平等を求めるなっつ、俺らも公務員と同じ待遇にしろ、頑張ってねえけどっていうのはずうずうしいって思うんですよね。公務員給与は民間給与で決まんだから、そういうわけで、私は豊島区職員の給料上げろっつったことあるんですよね、議員時代に。そしたら23区で一律決まってっからそれ無理なんですよ。民間企業の動向を見て決められるんで、人事院が決めるんで、みたいな。だって、豊島区職員、これじゃ豊島区に住めねえよって、家賃高いんだから、豊島区は、って言ったんですけど、まあまあ、豊島区に住めない職員が、豊島区のことを本当に、心底を考えてくれるわけねえよな、なんて思うんですけど、そうしてみて千代田区とか中央区とかの職員もそうだよな、とってもね千代田区で子育てなんかできねえよね、公務員の給料じゃね。ならば景気良くしてですね、民間給与を上げれば公務員さんの給料も上がんのに、それが公務員のためでもあんのに、自治労とか民主党支援して経済破壊に励んでましたよね、そういえば。多分これですね、バカで幼稚だとパヨル、愚かさゆえの木を見て森を見ず、そんなの自分の給料も下がんだよ、言うっすね。バッカだなーって、お前ら組合員の待遇を上げるために存在してんじゃねえのか、組合はって思うんですけど、破壊衝動を満足させるため、仲間内での評価を上げるため、伝統文化階層秩序破壊に励むのは左翼っていう、スイスベルン大の、研究結果ですけれども、まあ仲間内でない一般人からするとですね、社会を破壊しようとする非常に迷惑で有害な存在ですよ、自治労日教組、いわゆる左翼はね。そういえば伝統文化階層秩序を破壊したいんだったら、やっぱなんつうのかな、皇室を攻撃すると、この4つ全部破壊できますね。お得な目標っていうことなのかな、左翼にとってみたら。川口市の外国人犯罪取締り強化要望に反対した、議会のね、共産党市議、藤島智子さん。共産党になら何をいいと、何を言ってもいいと思い込んでいる人って多いね。共産党が強くて優しいからって甘えてると思う。他の党だったらちょっと悪く言っただけでグーの音も出ないぐらい仕返しされるよ。つまりですね、あしらが強くて優しいから文句言ってるんでしょ、どうせ。でもそれは甘えだからみたいなことを言ってんですけど、世論です。ひどい負け惜しみを見た。どこまで言いたい放題なのはあんたらやないか。共産党はグーの音も出ないほど仕返しするどころか、命も奪う野郎がい。強くもないし優しくもないだろ。自己評価高すぎ。あんたらひどいバリ雑言で安倍がやってたでしょ。遠回しに脅してないか。すごい。74万回も見られてて、出てて、いいねが55。少ねえ。少ねえ。とりあえずサドルにぶっかけるのやめてもらっていいですかと。いうような非難合法ですね。共産党と敵対すると仕返しされるどころかね、サドルにぶっかけられたり、首切られて持ち帰られたり しちゃうからね、これ。強くて優しい共産党。これはバカほど自己評価が高いダニング・クルーガー効果の教科書に載せたいぐらいの恒例ですね。やはり、バカで幼稚のせいで不遇だとパヨル。まあ、これは一般パヨのことで、議員などのプロパヨはスイスベルン大左翼活動家の正体、嘘と時に暴力を含む言論弾圧を用いて自己の歪んだ解読と仲間内での評価を上げる目的で伝統文化階層秩序などの破壊に励む自己愛性人格障害のサイコパス。左翼内で有名になったら議員になれたり、サンモニに出れたり、朝日新聞に取り上げられたり、社団法人で公金チューチューできたり、磯子みたいにパヨの集会で公演で引っ張りだこになったり、日本学術会議のメンバーになれたり、特典盛りだくさんですね。ロシア、中国、韓国、北朝鮮が応援してるし、パヨ業界はですね、まだまだ分け合うパイが枯渇する心配ないっすね。基地反対のデモの時には要員も送ってくれるしね、中国、韓国、北朝鮮が要員も送ってくれる。パヨ側イコール経済破壊なんだから、本来は給料、民間連動の公務員は、右側っていうか、まとも側業界を
応援すべきなんですけどね、あの電力会社なんかもね、原発を逃して欲しいんでしょうわお前らは、その方が儲かんでしょう電力会社。なんせあの自治労日教組バカだからなあ、こんな理解、できないんだろうな、こんな理屈言ってもね、そういえばベルンダイも言ってました、それあの性格が歪んでっから最悪は何言っても無駄、あ活動やめねえわってベルンダイも言っておりました。補助制度が期限切れとなってガソリン価格全国平均がレギュラーで 174.8 円に到達、割高な高速道路サービスエリアでは201円超えのところも出現したそうであります。世論です。ガソリン税と消費税の二重課税やめろ、車がなくてもなんとかなる地域に住め、輸送コスト上昇でさらなる物価上昇間違いなし、燃料費が上がると景気が冷える、外出すると罰金、ガソリン税消費税、まあ船舶やトラックの燃料が軽油ですけれども、ガソリンだけ上がって軽油が上がんないわけもなく、まあ軽油も上がってんでしょ、輸送コストが上がると電気量と一緒でですね、あの全部の業界の全部の商品に影響しますねこれね、新聞もですね、あれじゃないの、新聞販売店もガソリン代上がっちゃったらバイクで配達してんだから、これ影響しますよね。俺は車持ってないから関係ねえわけでは全然ないんですからね、これだとあの車がなくても生活できる一部の都市部に人が集中するんじゃないの、そういうところのあの人口増えるかも、家賃も上がるかも、都内では便利なとこと、つまり車なくても入れるとこと、そうでないとこの格差が広がる予感がいたします。八王子なんかだとやっぱり車ないとちょっと厳しいみたいですね、エネルギー価格の上昇は元はといえばロシアのウクライナ侵略のせいなんですけど、補助金出してなんとか抑えよって、前にですね、あの前から二重課税で批判豪豪非難豪豪のガソリン税なくせばいいだろバカ騎士だって思ったもんでございます。周囲を財務省で固めてセルフツンボサジキに閉じこもってるバカ騎士だじゃ到底無理かなーっていう感じなんですけど、日韓断交したい我々に秘宝、日本からの輸入が過去最大に増え散った、てんてんてん、韓国相手に儲けてる企業がですね、日韓断交、竹島奪還を妨害する抵抗勢力ですね、儲かっちゃって、あのこれらの勢力の力が増すのまずい展開ですよね。バカ騎士だ、ホワイト国に復帰させちゃったし、スワップも再開しちゃったしね、これの影響もあるんでしょうか。記事要約、日本製素材部品機械の輸入額、これだけね、素材機械部品だけ食品とかその他のものは入ってない、2018年381億ドル買ってました日本産から、ホワイト国外しで、文政権素材部品機械の自立宣言、2019年329億ドルに減りました、2022年は340億ドルでした、去年2022年395億ドル過去最高を記録してしまいました。フッ化水素については 41.9% の依存度だったものが 7.7% まで低下、代わりに中国依存度が 80% になった、多角化大成功全然成功してねえな、全然自立できてないみたいなんですけど、文政権が自立宣言したみたいですけどね、世論であります。国産化に成功したって話はどこに、フッ化水素ね、韓国民は未だに文のことを信じて日本の攻撃を技術開発で乗り越えたって思ってるよ。自立新宣言しただけで成功したと思える幸せな脳みそ。これあの幸せ回路って呼ばれてました。幸せ回路。韓国人の脳みその幸せ回路って呼ばれておりました。2ちゃんでは。バカは結果の検証なんかしないし楽勝。一部素材は日本ではなく中国への依存度が高まった。これ笑えるわ。アホの騎士だが、ホワイト戻ししたおかげで胸を撫で下ろしているんだろうな。フッ化水素の横流しとかレーダー照射問題をうやむやのままホワイト国に戻すとかバカ騎士だ、バカ騎士だあーにエンサの声が集まっております。素材部品機械だけで395億ドル買った、5兆6000億円ですよ。ってことは1日約152億円強の
売り上げあったってことですね。この売り上げこそがですね、日韓断交を妨害する抵抗勢力の正体ですね。1日152億円の売り上げで何千人何万人の日本人が生活してんだろうか、ちょっとわかんないですけれども、これ減らしていかないと、いつまで経っても韓国を殴り飛ばせないな、断交できないな、なんとか減らせないかなって思ってたところにですね、竹島レーダー横流し、教科書に文句垂れる、内政干渉、靖国にも文句垂れる、を全て解決しないままホワイト国復帰とスワップもやっちゃうと、1日152億円グループにも相当金も票ももらったんですかね、岸田政権はね。まあ自民党っていうかさ、こいつらが売り飛ばしてんのは日本と日本人の誇りですよね。なんぼね、金と票もらったって子孫のことを考える、我々のプライドのことも考えなさい、いうことなんですけれども、まあまあ、今日のニュースもですね、バカ騎士だ。ああ、バカ騎士だの、エンサの声が目立つ一日でありました。というわけで、靖国正殿参拝と懇親会締め切っちゃいましたんで、またの機会によろしくお願いいたします。デトックスジャパン。